皆さんこんにちは、金崎さん、アルプス金沢です。最近僕ら地下壕での水生生物の調査をしてるんですけども、実はですねこの博物館の周りにも結構いろいろな地下壕とか穴とか、あとでよく分かってないトンネルみたいなのがあるみたいなんですね。で実は博物館が管理している、場所があるんですけど、その敷地内、普段立ち入り禁止なんですけど、その中にも、どういう理由で使っていたのかっていうのがまだ分かってないようなトンネルがあるんです。まあそれも含めてちょっとこれからこの街の中を散策して、今までね街歩いていたんですけど、まあ、そういう豪雨みたいのを意識して見てこなかったので、まあ、それをちょっと探しに今日は行ってみようかなと思います。ちなみになんですけども、今度宣伝で、この間地下壕の中で出会った偶然出会った人とちょっとコンタクトを取ることができて、一緒に観音崎公園内での、調査、皆さん一緒に来てくださる方は地下壕の調査、僕は生物の調査なので、お互いメリットなので一緒にやることになりましたので、それもちょっとこれから撮影していきたいと思います。まあ今日はとりあえず地下壕とか、まあ、壕を探しに街を歩いてみたいと思います。じゃあ行きましょう。レッツゴー。